ハス茶は、ハスの葉、根、花、果実、種子、肺を原料とした、茶外茶であり、中国語では、リエン茶、韓国語では、ヨン茶と呼ばれている。本校では、ベトナムで親しまれているハス茶と区別することと、どの部位を用いたお茶を指しているのかをわかりやすくするため、特定の部位のお茶を指す場合は、韓国語の呼び名を使用する。韓国において、 ハスの若葉は、四ピン茶と呼ばれるお茶の原料となる。四ピン茶を製造する際、葉を干す前に行ったり蒸したりする形で加熱するが、生の葉が使われる場合もある。2.3杯分の四ピン茶を入れる際は、600ミリリットルのお湯に対し、乾燥したハスの葉6から12グラムが必要となる。韓国において、ハスの花のお茶は四個茶、または四和茶と呼ばれている。 生の花が丸ごと使われることが多く、精進料理において、このようなハスの花が、小学のシンボルであるとされている一方で、乾燥したハスの花で、カップ2から3倍分の4個茶を入れる場合は、お湯 600ml に対し、乾燥したハスの花4から 8g に対しが、必要である。乾燥させたハスの果実は、4番茶というお茶の材料となる。乾燥したハスの種子を蒸したお茶は、 朝鮮半島において、ヨンバープ茶や、ンシ茶、並びに、ンジャ茶と呼ばれている。2から3杯のヨンバープ茶を入れる場合は、お湯 600ml に対し、ハスの種子5から 10g が必要となる。ハスの灰を用いたお茶は、中国語圏において、レンシン茶やハスコシン茶と呼ばれているほか、ベトナムでは、ビルトラティムセンと呼ばれている。ハスの根のお茶は、朝鮮半島において、 四グッチャと呼ばれている。スライスしたレンコンを四グッチャに使うこともあれば、レンコンの粉末をお湯に溶かして四グッチャにする場合もある。レンコンの粉末は、レンコン汁を乾燥させて作るときもあれば、干したレンコンを引いて粉末にする場合もある。ありがとうございます。